セバスチャン・ガーラーセバスチャン・ガーラートリオ、セバスチャン・ガーラー、ニコ・ブランデンブルク、ルネ・マルクス・セバスチャン・ガーラーは、ドイツのジャズ・ピアニスト、作曲家である。ガーラーは最初、デュッセルドルフで、ジャズ・ピアニスト、バディ・カジノの個人レッスンを受けた。その後、アルンハイムの芸術大学で、ロベルト・ヤン・フェルムーレンにジャズ・ピアノを学んだ。2001年から2007年までは、ケルン音楽大学で、 ハンスリューデマン、ヒューバートヌス、ジョン・テイラーに学んだ。他に、バリー・ハリス、ジュリアン・ジョセフ、アダム・ヌスバウム、ジャッキー・テラソンなどのワークショップやマスタークラスに参加した。2003年、ベーシストのニコ・ブランデンブルク、ドラマーのルネ・マルクスと共にセバスチャン・ガーラートリオを結成し、ガーラー自身の作曲によるアルバム、瞑想は2009年にダブルムーンの ジャズシング次世代シリーズに登場した。2009年1月23日、デュッセルドルフのジャズフォージでの CD リリースコンサートで公開された。トリオの2枚目のアルバムは3年後にエーデルからリリースされた。このトリオはサックス奏者のクラウディウス・バールクとボールガング・エングストフェルトとも協力しており、エングストフェルトはトリオの CD ダウンザストリートにゲスト参加してレコーディングした。歌手のインガ・リューニングがガーラートリオに加わってフォーメーションインディーゴジャズラウンジも結成している。このフォーメーションでは2019年までに3枚のアルバムをリリースした。最新のアルバムはニューバースタンダーズボリューム2である。ガーラーはベーター・バイスを中心とするジャズ・アンサンブル・デュッセルドルフのメンバーでもある。また、 歌手のアンゲラ・ルイス、ギタリストのモーリッツ・シュタール、歌手ラヒエル・シャルンベルク、ドラマーのマルクス・メラー、ニコ・ブランデンブルクで構成されるグルッペ・ルイスの、キーボード奏者でもある。インディゴ・ジャズ・ラウンジ・セバスチャン・ガーラー・トリオ・ハット、バーン・スタウルン・ザ・アーカイブ・デア・ジャズ・シュミド。ありがとうございます。